まあ、ABEX もそうなんですけど、ネイキッドさんの方もグローバルを視野に入れたそのエンターテインメント展開っていうところが結構キーワードにはなってて、世界中で、活躍できるアーティストをネイキッドと ABEX で作ったら面白くないですかっていうのがあのきっかけでした。でその時あのヒューマノイドっていうところまではいかず、まあ、DJ 作ろうっていう感じだったんですけど、いろんなところでやりたいよねってなった時に、あ、じゃあ人間じゃなくしてみますっていう話で、あ、じゃあこの感情認証を使って、じゃあまず DJ 作ってみませんみたいな話からスタートしました。まあ、エンターテインメントって場所だったり人だったり、その、一瞬でしかないところにやっぱ価値があるので、いろんなところにコネクトしていくヒューマノイド DJ って新たなその体験、それから価値を生み出すあのキーになるようなアーティストだと思っているので、まあ、そういったところがあのヒューマノイド DJ の特徴だと思ってます。ヒューマノイド DJ プロジェクト自体はまあずっと進めてて、その中でじゃあどんどん進化させていこうっていう形で、じゃあもうアーティストとして認識されるようにっていうところで、このビジュアルを作っていったりだったりとか、でそれをじゃ あの海外で発表しようということで、その時、まあ、ちょうど上海でオーシャンバイネイキッドやってたので、そこでデビューさせて、で、ちょうどダイブが9月ぐらいにあったんで、そこでもアーティストとして登場させていただいてっていう形で、どん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 こうビジュアルもそうなんですけども、システムとしてもこうどんどんアップデートさせる形で育ててきたっていう。マイクロソフトさんがさまざまな感情を分析できる仕組みを持たれていて、8種類の感情が取り出すことができる。でここは非常にアドバンテージとして大きかった。コグニティブサービシーズの中で、フェイス API という機能を使っているんですけども、初期の段階では感情値あるいはその年代や性別の値を持って、次にかかる曲を変化させていく。今回のフラワーズで採用している仕組みに関してはクラウドベースの仕組みだけではなくて、ローカルのエッジデバイスでも処理ができるような形で今回仕組みを構築しています。実際そこにいるダンサーの動き、いわゆるモーションも IoT ハブを使ってリアルタイムに近い形でデータを送信して、でそれを組み合わせて、楽曲を切り替えていく、さまざまなエフェクトを加えていく、まあ、そういった仕組みになっています。これをあの全て、Azure 上で構築していまして、Web アプリケーションのような形で、パソコン上で走らせている。 AI でここまでできるんだってなった時に、じゃあ自分たちはじゃあ AI にできない何をできるんだっていう、また学びになるっていうのが、そういう意味でなんかすごい興味深いというか、全く、まあ、これでできちゃうんだっていうことではなくて、それが出てくることでまた考えることがあるっていうような感じですか。音楽ってやっぱり、今物を売るものから体験を売るものに変わってはきてて、この部分で新しい音楽の可能性っていう意味では体験させる、まあ、ヒューマノイド DJ みたいなプロジェクトが非常に良かったっていうところもあります。